2022年から2023年にかけての USJ のカウントダウンパーティーの詳細が今日発表になりましたかなりチケットの種類が細かくてどれを狙うかによって買うものが変わってくると思いますのでちょっと今詳しくご説明していきたいなと思いますで、えー、と今年すごいのが今ここに画面のあるホラーナイトだったりワンピースだったりカンフーミニオンあと えー、任天堂とかが全てこう一堂に集まるようなカウントダウンパーティーがあるようなのでかなり盛り上がることが間違いないと思いますそれではまず詳しく紹介していきたいと思いますまず、えー、カウントダウンにはチケットが必ず必須になりますでチケットを購入していただくんですけどもまず チケットを購入した後、入れる時間からお伝えしていきますね。まず、チケットは購入後、12月31日7時から、夜の19時からですね。で、1月1日の夜の9時まで遊び放題になります。12月31日は5時閉園となりますので、普通のワンデーパスや年パス持っている方は5時で退場という形になります。ちなみに、えー、夜中の 2時、1月1日の2時から年パスを持っている方は入場することができますので、カウントダウンパーティーには参加できなくても夜中の2時から入ることは可能となっています。で、ちなみにスーパーニンテンドーワールドは2時から6時半、夜中の2時から6時半はメンテナンスのためクローズとなっています。まず、 カウントダウンチケットを持っていると12月31日の19時から1月1日の21時まで26時間パークを遊ぶことができます。えー、それプラス今年すごく注目されているのがこちらのワンピース、惜、えー、しまれながらも今年も終わってしまったワンピースステージ、さらにミニオンのはちゃめちゃ、そしてハミクマ、今ねすごく盛り上がっているハミクマやったり、 えー、スーパー・ニンテンドー・ワールドを,をイメージしたスペシャルショーまで、えー、それを一堂に集めたステージを満喫することができるそうですこれがカウントダウン・スペシャル・ステージっていうものになりますでそれプラスこちらのカウントダウン・モーメントっていうのがありましてラグーンのところで、えー、花火を鑑賞したり えー仲間ペーマーパークのこちらの仲間のエンターテイナーと共に盛り上がるステージを見ることができるそうです水上昇になるのかなと思うんですけどもラグーンのところに花火が花火を見ることもできてエンターテイナーも見るようなステージもあるような形になります、えー、とこちらのカウントダウンモーメントとこちらのスペシャルステージっていうのが2大イベントになるかなと思います でこれのどちらを見たいかによってあの買うチケットが変わってくると思うのでここ重要だと思っておいてください。でなぜ 見たいステージによって買うチケットが違うかっていうのをご説明していきたいと思うんですけどもこのカウントダウンスペシャルステージっていうのがグラマシーのところにあるんですけどもこれが19時から、えー、夜中の0時10分までこう定期的にこう行われるみたいな形になるみたいなんですけどもこの場所はカウントダウンのチケットを持っていると基本的に誰もが見るようなことができるようなものになってます で下のカウントダウンモーメントっていうのは見ることできるんですけども、えー、とプラスのチケットを持ってる人が優先席っていうのがありましてそこの優先席を持ってる人の方が明らかいい席で見ることができるんですねなのでこの下のカウントダウンモーメントを見たいっていう人はカウントダウンチケットプラスアルファのチケットを買ってる方が有利かなというふうに思います。で場所をちょっと詳しくご説明していきます。 こちらのカウントダウンのスペシャルステージで夜中の0時10分までカウントダウンを楽しみたいという方はこっちのラグーンとかセントラルパークとかの、えー、か特別鑑賞エリアのチケットを買ってしまうと確実に無駄になってしまうのでその場合はもう買わずに普通のカウントダウンパスだけで大丈夫だと思います。 でこちらのカウントダウンモーメントっていうのを見たいという方はもちろんこの黄色のステージのところあの黄色のステージは黄色の場所はあのチケットがプラスでなくても見れるタイプになるんですけどももちろんこのオレンジのところの 特別鑑賞エリアのチケットを持っている方が確実に見やすすと思うんですねなのでもちろん買わなくても見れるんですけどもこっちをメインで見たいよという方は買った方がお得かなと思います。かなり前の時間から席取りをしないといけないっていうのと、まあ、席取りをしてもどのぐらい見えるかっていうのがちょっとわからないのでちょっとそのあたりの、えっと、今からお値段などをお伝えしていきたいなと思います。 まずチケットの種類にお伝えしていきます。チケットはまずこちらのカウントダウンパーティーに参加するためには必ず必要となってくるパーティーパスになります。もう大人も子供も全部お値段同じになってます。12,900円です。これで夜の19時から翌日の21時まで遊ぶことができます。こちらがないとまずもう入れないので必ず12,900円はいると思っていてください。で、その次ですね。 ざっくり説明すると、その他に1、2、3、4、5種類のチケットがあります。お値段が、まあ一番下がね、びっくりする価格になるんですけども、何が違うかっていうのを具体的にお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね。こちらの一番高いツアーになります。ユニバーサル VIP エクスペリエンスプライベートツアー。で、4人で 19万 9, 円で、すねで4人なので、1人だと49,750円って形になるんですけども、こちらのチケットは、えー、特別鑑賞エリアがハピネスカフェ前テラスっていうところになりまして、で、ハピネスカフェ前テラスの優先の席で、 見れるのは、この VIP ツアーのみになります。なので、かなり限定された、あの、場所になるので,で、一番高いチケットになるので、多分一番綺麗に見れる席なのかなというふうに思っています。で、詳細なんですけども、詳細は、えっ、ー、と、1000人のガイドが最短ルートでアトラクションご案内で、ツアーは4時間になっているそうです。で、 特別鑑賞エリアでのカウントダウンモーメントの鑑賞ですねこれ20分間見ることができます一応屋外になりますねテラスなんで,であったかグッズのプレゼントがあったりとかあとカウントダウンのモーメントの前後で温かい軽食を提供しますで、もちろん VIP なんでラウンジも利用ができてあとツアー前後に利用できるエクスプレスパスもいただけるそうです まあ、オリジナルのクレデンシャルネックストラップをもらうことができるという形になっています。一応4時間のツアーなので、まあ、いろんなところを案内してアトラクションをあの案内していただけるようなタイプになります。っていう形ですね。これが199,000万,、えー、と19万9になります。これまでなかなか買う方は少ないと思うので、次行きたいと思います。 で、その次にお値段が高いのが、こちらの、えー、パーティーパスに、パ、えー、ークサイドグリルのお料理がついたセットになります。で、これ2種類ありまして、場所も違うんですよね。えー、と特別鑑賞エリアがラグーンなのか、 セントラルパークなのかによってお値段変わってくるっていうのと、あとお料理の内容も変わってきます。で、左の方が高くて34,900円。で、左が、あ、右が2万9,000ですね。大人料金になるんですけども。で、左側は、パークサイドグリルでディナーした後のカウントダウンイベントの鑑賞になります。で、右側がカウントダウンイベントを鑑賞した後に、 パークサイドグリルでのディナーになるので、要は0時10分にカウントダウンパーティーが終わったら、その後になるので、夜中の12時半ぐらいからディナーを食べるような形になるので、結構ハードですよね。普段そんな時間から食べませんよね。で、しかもこの量っていう形になるので、お値段も変わる。 っていうのとかなりのそのじゃあその時間まで空腹で折れるのかっていうことを考えるとなかなかのあの差があるのかなと思います私ならば先に食べてからみたいですねであの見る場所もラグーンとセントラルパークなので場所が違うのでで他のプランを見てるとラグーンの方が多分見やすいんですねなのでラグーンの方が多分いいのかなという気はします、まあ この、値段の差もだいぶあるのでお好みかとは思うんですけど、あと料理の差もう写真見てる感じだと少しだけ、でもまあほとんどお料理は一緒なのかなと思うんですけど、やっぱり提供時間ですよね。提供時間でこれだけ変わってくるのかなっていうのも少しあるのかなという気がします。夜中の12時半から1時近くに、あの、食べれる自信がある方はぜひ、右側の方がお得にはなるかなと思います。そして、 次ですけども、えっと、これはね、えっと、ちょっと飛ばして、次、このパーティーパスプラスユニバーサルエクスプレスパス特別鑑賞エリア券っていうのがあるんですけども、これは、えっと、お料理とかはついてないんですけども、え乗り物のエクスプレスパスがついてるようなチケットになります。で、これも、えっと、右2つと左1つで内容が変わってきます。 左はパスの内容がヨッシーア,アドベンチャーとミニオン、ハチャメチャライドっていう形に、プラスこのアメイジングスパイダーマンとか、えー、ジュラシック・パークのどちらかを選べるっていう3つと、右側2つはハリウッド、えー、じゃハリー・ポッター、ハリー・ポッターと、 ヒップホップグレフっていうこのハリポターエリアのアトラクションの2つとでハリウッドドリーム・ザ・ライドかジョーズっていうののどちらか1つを選んでいただけるタイプになるんですけれども何が違うかというのと、えっと、まず一番左はディスカバリーレストラン内のテラスの鑑賞エリアになりますでディスカバリーレストランテラスっていうのはこのチケットのみになりますなのでこのチケット買った人専用になってくるので 値段がね、3万400円ってちょっと高いんですね。なので、ひょっとすると見やすい席になるのかもしれないです。で、右2つは値段が2万9000円と同じなんですけども、鑑賞場所がラグーンとセントラルパークなんですよ。これ、めちゃ悩みますよね。どっちがいいねんっていう風に思うと思うんですけども、私が思うにさっきのパークサイドグリルで考えると、 えー、34,900円の高い方がラグーンだったので、ラグーンの方が場所がいいんじゃないのかなというふうな気はします。あくまでね、気はします程度なんですけど、どうなのかな。私だったら、えー、ラグーン選びますね。セントラルパークの,があのパークサイドグリルの方安かったんで。 ラグーンの方が多分席がいいのかなという気はします。なので右二つで悩んでる場合は私はラグーンをおすすめ一応しておきますっていう感じです。で、あともう一種類あって戻るんですけど、こちらのパーティーパスプラス特別鑑賞エリアラグーンにカウントダウンパーティービュッフェっていうのがついてるものがあります。で、 えっと、カウントダウンパーティービュッフェっていうのが、場所が、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。で、カウントダウンパーティービュッフェっていうのが、こちらのピーコックシアターなんですね。で、ピーコックシアターでカウントダウンのパーティービュッフェを食べながら、そして、さらにエンターテイナーとの、この、ダンスだったり、歌だったり、ショーを堪能できるようなタイプになるので、 かなりこのエンターテイナーの好きな方とかっていうのは特別なステージで他の方が横から見ることが全くできないので結構私おすすめになります。でさらに、えー、とラグーンこの、えー、とラグーンの場所をちょっともう一回お伝えしますね。でその後、えー、このラグーンっていう場所からモーメントを鑑賞することができるので、まあ、間違いなく先に ビュッフェを済ませてそのパーティーのショーをちょっと見て終わってからこちらのラグーンに出てきてえー、花火とか最終の、えー、ショーを見ることができるような形になるっていう形になるので一番ちょっと面白いというか他と割り込みができないような形になってるかなと思います。他のののは一応この黄色の 枠組みのところであればパーティーパスしか持ってない人でも見ることはできるんですけども先ほどのピーコックシアターでのパーティーっていうのは絶対に普通の人入れないのでかなり特別なものになるのではないかなと思っています。これですね。 パーティーパスプラスっていうので、このカウントダウンイベントの盛大なイベントを間近でできる席と、食事と一緒にエンターテイナーがお届けするショーが楽しめるパーティービュッフェがセットになったチケットってなってるので、結構特別なものになるのではないかなというふうに思っています。で、お値段がこれ27,700円なんですよ。で、他のに比べたらかなり割安になっています。 で、チケットが、えー、これだけ先ほどご紹介したこのチケットで、一番高いのがもちろんこのエクスペリエンスプライベートツアーになります。で、二番目がこのパークサイドグリルのお料理付きの、えー、高い方ですね。34,900円。先に食事を済ませてからカウントダウンのモー,ニ、えー、モーメントに参加するパターンが34,900円。三番目に高いのはこのヨッシーの えー、アドベンチャーが付いている3万400円のチケットになります。パスが3つ付いている分ですね。あとが2万9000、2万9000、2万9千で、一番お安いのが一番最後にお伝えしたカウントダウンパーティービュッフェが付いている2万7700円になります。もちろん一番お安いのはパスだけの1万2900円になっているんですけども、えっ、ー、と、皆さん、 どのチケットが一番ご興味あるでしょうかここで目的が変わってくるんですね、ここでね。で、このカウントダウンスペシャルステージを見てから、さらにこちらの、えー、花火も見たいよっていう方とかは、もう間違いなく12,900円のパスでいいのじゃないかなと思います。多分ここもすごい人が集まるので、ほぼ自動している状態になるので、 下手したらここにずっといて、このラグーン沿いに行くことはないんじゃないかなっていうふうに想像したりします。そうなってくると、もうなんかこう、ね、せっかくのこういう観賞席ついてるものっているのかなぐらいな形になってくるので、まあ、ここで特に、えっ、ー、と、12時10分までの、えー、カウントダウンスペシャルステージを見たい方は間違いなくこっちに行ってる時間はないので、そういう方はまずいらないですね。で、こっちでも、例えば、 え、見て、で、まあ、11時半とか11時45分とかギリギリまで見て、で、ここの、えー、有料鑑賞席でも見たいというか、ギリギリに移動して、ここの有料鑑賞席で見たいという方は、先ほどのようなチケットを買っておくと、はしごできたりはします。なので、えっ、ー、と、最終的に12時ぐらいのカウントダウンを、こっちのラグーンで見たいのか、 スペシャルステージで見たいのかによって買うチケット変わってきます。スペシャルステージでカウントダウンを見たいよという方は間違いなくラグーン沿いでやってる花火とかのショーのチケットはいらないので一般チケットでいいかなというふうに思います。っていう形になります。で、えっと、ここからはチケットを どうやって買うか。これ結構重要になってきます。これ逃すとチケット買えなかったりするので、今年は多分割と争奪戦になるかなと思うので、ご説明していきたいと思います。で、チケットなんですけど、もうすでに今日から、10月11日の今日火曜日から抽選の受付が開始になってます。10月17日までの抽選受付です。で、えー、っと、 発表が10月の20日から24日の間に当選連絡が来た方のみ購入することができるみたいです。で、ここで万が一全チケットが完売していた場合、え優先購入期間っていう10月27日からはなくなると思うんですけど、まあ、全部完売することはないと思うので、 次、当選しなかったけど、抽選受付に応募した中で、外れた方を優先購入させてあげますよっていう形の期間が10月31日の月曜日までになってます。で、それでもチケットが残った場合は、11月の上旬に一般発売。まあ、一般発売の時に自分が欲しかったチケットが売ってるかどうかはちょっとわかんないです。 普通のカウントダウンパーティーチケットはあると思うんですけども、えー、いろんなところで見れる鑑賞チケット付きっていうのはもう完売してる可能性は非常に高いかもしれないです。という形でもう行きたい方は10月17日までの間に一旦抽選を受けて、で、当たった場合は購入、そして それに外れた方でも優先的に購入できる期間が10月31日までありますのでその期間に購入してそれでもまあギリギリまで予定わからないという方は11月上旬以降に発売になる一般チケットを買ってくださいという形になります。なので、えー、ともう予定空いてるよとか絶対欲しいよって方は抽選に参加すべきだとは思います。 で一応、抽選も、えー、とクレジットカード決済もできるしコンビニ払いもできるみたいなので、まあ、一旦たん抽選に参加するっていうことで取れ、まあ、何個か応募してで取れた中で選んで払うっていうのも一つの手かもしれないですけども、まあ、できればもう今の時点で決めておいて1本狙いでまあ行かれるのもいいかもしれません。まあ、いろんなど,どっちか取れたら どっちかでもいいやって思う方もいらっしゃると思うのでそこはもう個人の判断にお任せでて形になると思います。で私は当初夜中の2時から、まあ、普通に年パスで行こうと思っているんですけど今ちょっとね今こんだけ新しいチケットが出たのでちょっとね悩んでどうするか考えたいなと思っています。 でどこに誰が出るかとかも全くわからないのでもう本当に皆さんも賭けで買う形になると思うんですけども、うん、ちょっとね今年はかなり盛り上がりそうな感じがするので是非皆さん楽しんで。えー ユニバーのね、3年ぶりかな ?4 年ぶりかの、えー、と、カウントダウンを盛り上げていきたいなと思います。で、最後に、えー、と、グッズもね、少し、グッズというか、あの、料理のね、あの、ものも少し出てたのでご紹介したいなと思います。ちょっとしかね、詳細出てないんですけども、年越しそばと、 えー、ダイナーソーの年越しそばとスヌーピーの年越しそばが出るみたいです。ナメコとトロロコンビュっていうのと卵とあられっていうのがそれぞれディスカバリーレストランとスヌーピーバックロッドカフェで出ます。で、えー、っと、下のものの行く年来る年満のタイガーはもちろん今年がね虎年なので去年から発売されていたんですけども来年の えー、ホワイトシチューっていう、あの、クルトシマンですね。も今年発売。これ新しい来年の干支ですね。の、えー、まんじゅうも出るみたいなので、こういったものも出るみたいです。そして、 オリジナルグッズって書いてるんですけども、正直もう私この手袋とかはもうこのねハットとかももう見かけてるので、これに関してはもうね売ってると思いますので、ちょっとねパーカーまではちょっと記憶にないんですけども、多分もうそろそろ出ると思いますので、先にねゲットしたい方は先にね、もうあるものもあるので、ゲットできるかなというふうに思います。ということで長くなりましたが、 以上になります皆さん素敵なな年を越せるといいかなという形で今年は楽しみですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いいねボタンチャンネル登録よろしければお願いします。それではありがとうございました。